はい、こんばんは。スーパーハイレグスのマティちゃです。はい、なんかえなんかいる？変だよね。戻った。なんか <laughs> はい、こんばんは。スーパーハイレグスのマティちゃです。はい、このチャンネルでは私の好きな作品を紹介するだけのチャンネルです。では、これからえっ、ー、と今日紹介する作品は電動コイルという作品です。えー、この作品もですね。sf 作品なんですけれども、もえー、この作品はえっ、ー、と。 アニメが2007年ですね2007年に26話やっていましてで小説も13巻出ていましてで、えー、漫画もあるそうですねでえー、っと2007年の文化庁メディア芸術祭アニメーション部門優秀賞とか20第29回日本 SF 大賞を受賞していて 第39回セーゲーメディア賞みたいな,なんかまあいっぱいとりあえずウィキペディア見てください <laughs> すごいたくさんの賞を受賞している結構有名な作品ですでまあ内容としてはねこのねえっとこの電脳メガネっていうなんかウェアラブルデバイスみたいののが小学生の中ですごく流行っているっていう世界観でで、まあ、これ がね全世界に普及して「電脳」っていう技術を使っていてこれウェアラブルデバイスが「電脳」っていうで電脳メガネウェアラブルデバイスですよねでなんかペットが見れたりするっていう世界観なんですねでまあこの主人公ですねえっ、ー、と小此木優子優子優子と小此木優子とまあ摩澤優子伊佐子優と 勇ましのやつでまあ優子といえ違う八坂と伊沙子って呼ばれてるんですけどまあまあ八坂が主人公です八坂が主人公でが引っ越しをしてくるんですけど引っ越してきた時にえっ、ー、とあそう引っ越してきてでもともとねペットにねデンスケっていうペットを持っていてでえっ、ー、とペットがね まあ電脳空間に迷い込んでしまったりするんですけどもそれをなんかえまあ最初は文枝ちゃんに助けてもらってでまあそうですねその子とも一緒のクラスになってでその後にあの、に梨紗子が転校してきてで、梨紗子と友達になろうとするんですけどまあ最初は拒絶されてもなんかライバルみたいになってでうーんとってなるんですけどもまあ なんだろうその中でまあえー、っとねみ恵ちゃんとあのー、あハラケンハラケンとかと仲良くなっていってでそのえー、っとねそのなんだろうなんかバグみたいなのが結構発生する世界なんですよ。バグみたいな発生する世界でそれの原因とかをあの。 めていったりなんかまあいさ子とかえっ、ー、ととなんかなんだろう対決みたいなを <laughs> していくでで結局このね話の中で,でいさ子は何かを求めてその電の世界を見ているんですけど、まあ、この目的っていうのがお兄ちゃんなんですよ。ででお兄ちゃんででお ちゃんななんんだけけどどめ,めっちゃネタバレなんですけど、まあ、結局お兄ちゃん死んでるんですよねお兄ちゃん亡くなっていてででね、まあ、4423っていうなんか数字も出てくるんだけどその数字が結局、あのーまあ、何かわからないんですよで優子はめちゃくちゃその数字を知っていてでも何のことだか分かっていなくてで,でもなんか。 話がどんどん進んん進でいってそれがまあ最後一致してきてでまあ、結局はあのー、やさこんやさ子のおじいちゃんから電助をもらっていてであのー、いさ子のお兄ちゃんは亡くなってるんだけどそのいさ子の治療のためにその部屋 えっと、4423の部屋を使っていてで4423の部屋を使っててでその治療の部屋治療の電脳空間なんですよ治療の電脳空間なんだけどえっとやさ子は入ったことがあっておじいちゃんがその,おその担当医が担当医が あのヤサコのおじいちゃんだったんですね。でヤサコのおじいちゃんだったからそのデンスケとかにいろいろ細工がしてあってでサイがしてあってまあそれがねわかるっていうあお兄ちゃん死んでたんやみたいなになるっていう話ですね。でもなんかその途中でもあのー、原県のおねおばさんかおばさんとかが なんだろうすすごいあのアクションです結構アクションもありかな、うん、だかがあって、まあ、なんで、まあ、全部見た方が全然楽しいんですけど、まあ、内容だけ簡単にパッて説明するとそんな感じです <laughs> でもまあなんだろうなの電脳、ね、ウェアラブルデバイスって今ねすごい開発されてきているじゃないですか。だから こそなんだけど、まあ、すごい面白いけどまあこんだけ身近にねなったからこそかもしれないですけどあのー、ウェアラブルデバイスがあってでもバグが発生してってなった時に何だろうあ途中ねハラケンが好きだった女の子みたいのがなくなってて、まあ、そのうんそうだよね電脳 空間にばっかり行ってていいのかみたいなところもすごい考えさせられるところもあってで途中ねあのこの電のメガネ奪われたりもするんですけれどもまあそういうのもあの すすごいいいいじゃないですかやっぱりこうメガネペットさ飼うのすごい大変ですけど電脳のねペットだったらめっちゃいいなってめちゃくちゃ思いません思っててでそういうのとかもあいいなって思う反面あやっぱりそういうねリスクとかもあ出てきちゃうよねきっとって、まあ、日常で使ってしまうとですね、まあ、だからゲームの中とかで使う分にはねすごい楽しそうだなって思うんですけどまあ とかかを考えさせられる作品なのかなのっって思って思ますあと私が一番この作品で一番思っているのはあの妹が出てくるんですけど、まあ、うんちってうんち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 っていうのってめっちゃ楽しいよねっていう作品ですねはいうんちっていうのって楽しいみたいな <laughs> っていう作品ですはいちょっと違うかもしれないけど是非見てみてくださいすごく面白いのではいこの配信最後まで聞いてくださってありがとうございましたそれではまた明日